さんこんにちは、そして、ただいまとご挨拶を申し上げたいと思います。毎年こちらの伝統芸能のお祭りにご招待をいただきまして、もう本当にね10年近くなりちゃいますけれども、毎年この場に寄らせていただくことがですね本当にこう楽しみで、なりません。で、私たち阿波踊り振興協会は先ほど司会の方からもご紹介をいただきましたように、阿波踊り徳島が誇る、阿波の国徳島が誇る郷土芸能のいわゆる世界的に今着目をされていますこの阿波踊りのいわゆるこう継承、それから発展、こういったものをですね、担って、頑張っている団体で今、15年の連が所属をしております。何かと阿波踊り有名なところばっかり、まあ、ありますけれども、全国的に お騒がせの時期もありました。やっと 4,5 年経って、またコロナの時期もある程度収束して、元の阿波踊りに戻りつつあります。皆さん方には本当にこう心配とまたご協力ご理解いただきましてこの場をお借りしました。本当に熱くお礼を申し上げるところでございます。本当にいつもご支援ありがとうございます。そして、前の方にね陣取っておられますけれども、カメラマンのね、方たくさんいらっしゃいますけれども、今日もねよくご存じ上げるお顔がたくさん置いてます。中には徳島のイベントの青森の時にアンバサダーをねしていただきながら、数多くのポスターをね、参考に、作り上げていただいたカメラマンの方も今日おいでになります。ね、徳島から今日の朝8時ごろ着いたというねファンの方もお会いしました。皆さん方こういうふうに集まっていただいて本当に、もう感謝で感謝でいっぱいです。それではですね今から少しだけ皆さん方に阿波踊りのお手ほどきというか、どなたでも踊れるこの阿波踊り、お土産としてね、持って帰っていただこうかなというふうに思っています。本来ならば、まあ、コロナのだいぶ前はね、こちらの方に、登壇していただきながらの皆さん方との楽しい時間もあったんですけれども、コロナからこちらにですね、まあ、時間の制約もありますし、少し今日お教えするのはその場の中で、ご了解をお願いをしたいかなというふうに思っています。で、阿波踊りは420年以上続く歴史ある郷土芸能でございますけれども、一つは阿波の殿様に八須賀家政という方がいらっしゃいました。その方が1585年天正13年に徳島に赴任をされました。その時に一つのお城を建てた、阿波徳島城を建てた時に無礼講としてね、築城のお祝いとして踊ったのが俗に有名な阿波の殿様八須賀様が今に残せし阿波踊りという歌の文句になっているような起源の例が一つあるわけですけれども、この阿波踊りの起源はどこから始まったのかというのはなかなかね、5つも6つもね、説があって、どれが本当かなというのがまだ解明されていないというのが現実でございますが、今言った築城の際に踊ったというのはね非常にロマンがいいのかなというふうに思っています。それでは時間の関係もありますので、踊り方の手ほどきというか、ちょっとこうモデルをね、男踊り、女踊り、かつ2名ずつですね、ちょっと上がっていただいてご紹介をいたします。その前に後ろに並んでいる鳴り物、阿波踊り踊るときには絶対にね、通常の例えば歌舞伎とか踊りのとき地形と言われる鳴り物の お囃子を奏でていただく人たちが必要になります、ね。お隣の高知県なんかではよさこいも非常に有名ですけれども、自分たちがこの同じ場所で鳴り物をやって踊るっていうのはねなかなか他に類を見ないですから、そういう意味からも阿波踊りにものすごく着目をされるというね理由の一つかなというふうにも思っています。
そして日本の古来の楽器である三味線、それから竹で作った横笛、締め太鼓、大太鼓、そして鳴り物をまとめ上げる鐘、この、まあ、5つがベーシックな鳴り物の5つですけれども、まだまだ竹を叩いたり、場合によっては木魚を叩くようなところもあったりですね、樽を叩いたり、それから包み、それから一回り大きい包みの大川というものを叩いたり、いろいろ決まったものはありません。大正時代なんかにはバイオリンもね、弾いたというふうに記録には残っております。そういう人たちで、構成をされていますぞめき囃子というお囃子が阿波踊りの鳴り物のお囃子になります。で、先ほど聞いていただいたのがぞめき囃子というね、お囃子になります。それではね、男踊り、女踊り、それぞれアホーレンさんの、ね、代表が来て今日くれてますね。まあ、ポーカビをして、後ろには破れ傘、ストレートマークをね、見せてあげたら、ね、こういう、まあ、コスチューム、それからうちの若い子で天水連のね、まあ、ねじり鉢巻き、まあ、ポーカビはやりませんけど、まあ、そういった中でのいでたちは多少違うところがありますが、女性はそれぞれの日本古来のこの着物という形で傘と出た、ここがね、インバウンド的には外国の人に非常にね、受けるわけですね。日本の文化、和の文化というものが非常に大切にされている郷土芸能の一つでもあります。そしてちょっとお時間をね、少しこう間でいただきたいんですが、私も振興協会の代表を務めて、いろいろ皆さん方にこちらの方でもね、10年近くやらせていただきましたけれども、僕も今年で71歳ね、新しくね、やはり世の中は若い人に受け継いでいかなければいけないというふうなことでございますので、今ちょっとね、急遽予定には入ってませんけれども、アホーレン、こちらのね、アホーレンの今連長さんもいらっしゃいますけれども、立川さんが代表理事としてこれから振興協会を束ねていただくことになりますので、一言だけね、ご挨拶をさせてください。どうも皆さんこんにちは。本当にいきなりの無茶ぶりでございまして、私もこの成田に来るのは7年ぶりでございます。非常に私たち阿波踊り振興協会としても毎年楽しみにさせていただいております。今後とも阿波踊りしっかり盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当にね、お待たせしました。踊り方レッスンしますけれども、阿波踊りは本当はね、手を上げて足を運べば踊りというふうに、ね、簡単なんですけれども、まずリズムの刻み方っていうのが一番僕は大切だなというふうに思っています、ね、でリズムっていうのは皆さん方俗に二拍子だって言われてますけれども、阿波踊り振興協会の中では、まあ、成長と言われる、俗に成長と言われるリズムの刻み方は僕はもう67、8年前から聞いてますけれども、4拍子、4拍、4拍子のリズムで奏でていました。その他のリズムは全くなかった。今は1拍子もあります。いろんな8ビートもありますけれども、そういったものを大切にしたいなというふうな段階ですので、今日皆さん方にお教えするのはそれをちょうど真っ二つに切って 1-2-1-2 という形のリズムで教えするのが簡単かなというふうに思っています。ですから 1-2-1-2 というリズムをぞめき囃子に合わせて皆さんが手拍子で1212とちょっとね、自分で叩いてください。その感じをね、ちょっと見て次に移りたいと思います。はい、どうぞ。できやすいでしょ、分かると思います、ね、ただ今鳴り物が鐘のリーダーが上げたらみんな上がったでしょ、スピードが上がります。そうすると皆さん方が手拍子パーンと叩いてたのがちょっと浮かれ感じで体が浮くような形で
上半身をね、今お座りですから上半身だけこういう形で叩いた方が数多くいらっしゃいます。これが阿波踊り特有のリズムで、三連符というところが醸し出す浮かれのリズムになります。でこの浮かれのリズムというのはタッ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 と鳴らし、浮かれるリズム、これが基本になるのが阿波踊りですのでね、それを知らない方がたくさんいらっしゃいますから、これを機会に覚えて帰ってください。そして今リズムができましたので、次はね、足の運び方いきます。足の運び方は皆さん方がパチンって叩いた時に、その場で結構ですから、右足から僕がどうぞって言うと、右足から前に出しましょう。でまた帰っていただいて、左足書いていただいて、右足書いて、これの繰り返しになりますので、足のところまで行きます。はい、右左楽に出せると思います。で今見ていただいた時に、どこが女性と男性の場合で違うかというと、女性はやはりおしとやか、ね、品のよく、あまりこうガリ股でバッとやらないですね。男性は力強く肩幅ぐらいに足を広げていただいて、やや外側に、つま先の方向に出していく、その違いがあります。女性はその分股を隠すよ、間を開けないような形で前に出して、基本的にですね、こういう踊りの違いがあるんだっていうところを皆さん方にちょっと覚えて、最後は手です。手は右足が出るときにちょっと手を上げていただいて、ちょっと手を上げていただいて、一緒に右足が出るときに右手の方が少し前で、左手は左足が行くときに、同じ方向の手と足が出るということをまず頭の中に入れていただいて、手と足と一緒にね、僕がどうぞって言ってやりましょう。はい、皆さん方はね、あまりね、右手右足のことを意識するとね、ぎこちなくなるから、今日はね、両方の手を上げていただいて、で、やや気持ち少しだけですよ、右足が出るときにちょっとこう前の方に、下まで下ろすんじゃなくて、ちょっと前の方にそっと出すぐらいの気持ちでやっていただければね、これでもう全く阿波踊りになります。皆さん方に後でお時間を取っていただいて、一緒にここでね、踊る時間を作りたいなと思いますので、レッスンの方はこれぐらいにさせていただきたいと思いますけれども、この後は阿波踊り振興協会のオリジナルの舞台の踊り、この舞台はね、万博がもうじきありますけれども、1970年に大阪万博、こちらの方で世界の人たちに初めて阿波踊りをご披露して、この舞台踊りの良さというものが見せる踊りという形になって変わってきたのが1970年ぐらいから、本当にこうね、舞台の踊りというのが着目されるようになりましたね。そういったところも含めて皆さん方にね、ちょっとご説明をさせていただいて、レッスンをさせていただいて、ご挨拶とさせていただきたいと思います。本当にどうもご清聴ありがとうございました。